今回ご覧いただくこちらの映像は、オラゴンノボの最終日の結果を20赤分まとめた動画である。基本的によほどいい結果でない限り全赤コネクトの初狙いで回し続けたというのだが、1赤目、2日目でこの結果だったので残り3日間はステイ。2赤目、前日のアキレウス3体目とオーブ40個からオーブが10個増えたのである。3赤目、前日のエラベルベルとケロン3体目からミンイエルとカノン3体目に変わったのである。4赤目、2日目にシャルルマーニュが出てキーブしてたら4日目にこの結果になってそれ以降ステイである。5赤目、ステッキがミンイエルに北斎2体目がマゼラン3体目オーブ30個が10個のマイナス20という結果である。6赤目、ベルがミンイエルに木陰2体目がパーシモン3体目という結果である。7赤目、ベルが線形にスピリタスがアロンダイトという結果である。8赤目、3日目にルシファーが出て4日目にこの結果になってそのままステイである。9赤目、ミンが英雄にマルタが三日月宗近に30個が50個という結果である。10赤目、ステッキがワクワクミンにマッドハッターがラプンツェルという結果である。11赤目、4日目にステッキ、カエサル、オーブ50個になってからステイである。12赤目、重流玉からビスケットにチャチャからサラマンダーという結果である。13赤目、ワクワクミンからミンイエルにネクトオヌスから悟空という結果である。14赤目、ミンイエルから英雄にロイゼからモネという結果である。15赤目、4日目にステッキ、デドラビー、オーブ40個になってからステイ。16赤目、1日目にコネクトの書、ゼフォン、オーブ50個という結果からずっとステイ。17赤目、レベルの書から英雄の証に高すぎ新作発でカラケアウノス4体目という結果である。18赤目、4日目にコネクトの書、ワタツミ、オーブ40個になってからステイ。19赤目、ビスケットからステッキに千の利休発でからネズミ小僧2体目という結果である。20赤目、ワクワクミンからコネクトの書にオーブ30個から40個という結果である。20赤でコネクトの書は5枚。限定の数、9体。オーブ50個、15赤。という結果であった。オーブは5分の1の確率だったので50個が割と出やすくてすぐキープできた。コネクトの書は10分の1なのでそもそも当たらなくてキープすることさえできなかったのである。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。